じゃあちょっとやっていきます。まずは紙を真ん中で折りましょう、ね、で、まあ、あのうちの教室ではちゃんと名前の部分もちょっと折ってね、あんまり大きく折っちゃうとちょっと普通の大筆で書くのが書きづらくなるので、これ気をつけてください。で、またちょっと折って、うんね、こんな形にしましょう。はい、まっすぐにして、じゃあ書いていきたいと思います。筆の真ん中ら辺を持って姿勢よくきちっと書きましょうね。よいしょ、いきます。ピタッと止めてグーで根元から上げる、スッピタッと止めて根元から上げる、ピタッ根元から、始まりと終わりの部分、ちゃんとピタッと止めて、しっかりと丁寧に書きましょう。で、横線。ぐっ。で、根元からグッと上げて。はい。で、ぐっと持ってきて、で、こう縦の線も根元から上げる。一画一画丁寧にピタッと止めて、運筆の鮮やかさも重要ですが、ちゃんと丁寧に書くの方が、まあ、綺麗に書けるかなと思います。じゃあ最後、ピタッと、グッ。で、2文字目とか4文字目を書くとき、下の自分に近い文字を書くとき、ちょっとどうしてもあのお腹の位置が近くなっちゃうと、あの腕が小さくなって書きづらくなっちゃうので、それを気をつけて書きましょう。で、姿勢よくして。グッと持ってきて、グッ。で、根元からやりましょう。で、次。はい。位置をちょっと確認して、一文字目と三文字目は隣同士なんで、位置をちゃんと確認して書いてみてください。こう入れて。で、書いた後は必ず、まあ、いらない紙だったりとか吸い取り紙でしっかりと拭きましょう。こうね、そうすると、まあ、作品も綺麗だし、あとは名前を書くとき、小筆で名前を書くときにあんまり汚れなかったりとかしますんでね、それをちょっとやってみてください。よいしょ、こんな感じ。じゃあ名前書いていきたいと思います。名前にじゃあ ちゃんと寄ってね、ちょっと今日カメラマンが普段アシスタントプロデューサー AP のやつだから大丈夫かな？じゃあちょっと書きましょう。これ歩く人形5年生の課題なんで、もっと書きましょう。ぐっと。小筆も同じです。ちゃんと筆の入りと終わりをしっかりと見て、こう、ぐっ、元気よく、ぐーっ、ピタッと止めて根元から上げる。ね。名前の折り目のもういっぱいいっぱい書くような感じ。元気よく名前も書きましょう。学年もね。はい。年も真ん中ちゃんと揃えて。ね、じゃあ名前グッ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 、うん、と書いてで、しっかりと
きづらいときはちょっと空いてるところを見つけて上手に書けるように工夫しましょうね。では名前もちゃんと書きましょう。はい、こんな感じ。うん、ちょっとで見るとですね、まあ歩くちゃんとしっかり止めて元気よく斜めの斜線もね、でくぐーっとちゃんと元気よく筆の始まりとか終わりをちゃんと意識して書いてください。でこの歩く人形という課題ちょっと難しいなと思ったら、もう人ですね、人だけちょっと画数も少し少ないしなんで、まあしっかりとこの歩くのこの一文字目と三文字目のバランス、位置バランス、だいたいこの 1,2,3 画目と同じような位置くらいだとちょうどいいかなと、始まりがでちょっと払いが元気よくやってもいいかなと思います。こんな形で書いてみてください。今日はね、歩く人形書いてみました。本来、あんまり、こういう題材やらないんですけども、実は、とある、とても偉い先生のお教室に、実は中島遊びに行かせていただきました。もうとっても元気よく可愛い、生徒さんばっかりで、とても楽しかった。そこで、まあちょっとね、軽はずみ、もう中島軽はずみ多い、特に軽はずみな発言。軽はずみな約束で多くて、いつもそれ自分の首を絞めてるんですけど、笑うなよあんまり。そんなことはあるんですけども、それまあついついね、じゃあ動画今度やるよ、これ歩く人形書いてやるよなんて言って、まあもしかしたらね、その約束をした本人はもう覚えてないかもしれないし、まあ子供さん、まあ小学生の生徒さんだし覚えてないかもしれないけど、まあ言ったからにはまあ配達場のマントケを精神じゃないけどちょっと書いてみました。まあそのこれ歩く人形題材ね、どの教書雑誌の題材か、もうこれ見てる人はほぼわかると思うんです。とっても有名な教書雑誌、もうすごく由緒正しい人が書いてるんで、まあこれを書くのは少しね、ちょっとどうかなと思ったんですけども、まあ約束もしたし、とてもね、その教室でよくしてもらいました。みんな仲良くしてくれて、まあ中島とっても嬉しかったから、まあついついちょっと書いてみましたというところです。まあちょっと、本当に書いてる先生の方がもう断然うまいけど、まあ、書いてるところがね、ちょっとでもあったりとかすると、まあ、少しは、成長のプラスになるかもしれないから、ちょっとやってみました。うん。今日はこんな感じ。まあ、お粗末ではありますが、書いてみました。約束は守ったぜ。はい。まあ、こんな感じ。どうも、書道家の八幡はっきりでした。チャンネル登録よろしく。Twitter、Facebook、Instagram もチェックしてね。